始まりました。毎回釣りスピリッツの魅力を伝えていく最高の番組、釣りスピチャンネル、よいしょ。さあ、私オジオズボンの高松です。シラメです。シャボチシューマークです。タディです。そして超人レッドです。いやー、超人レッドだ。レッドださあ、ということで、今回もこの5人でお送りしますけれども、今度ゴッドアングラー選手権2の決勝が開催されるということなんですけども、レッド、どんなイベントなんですか？そう、ゴッドアングラー選手権2は世界最高の釣り人ゴッドアングラーを目指す釣りスピリッツ公式の大会なんだ。公式の大会があるんですね。どうしたら参加できるんですか？いい質問だ、ゴッドアングラー選手権2は全国のお店で予選を行っていて、各店舗1位の子が決勝に上がってきて大会を行うんだ。ライバルだらけなんだ。めっちゃ近いな。すごい近いね。全国開催なんですよ。なんかライバルだらけなんだ。近いね。ゴッドアングラーになりたい。おい、気合が入ってるんだ。ゴッドアングラーになりたい。なりたいな、もう。もういいよ。レッド困ってるだろ、そんな。思いを伝えてるだけでしょうか。思いは伝えた。レッドがいるからテンション上がってんだ。そうだよ。じゃあ聞くよ。じゃあ我々にもチャンスあるってことですか？ない。なんで？そう、今回小学生以下限定の大会だからね。悲しんでる。悲しんでる。めっちゃ悲しんでくれた。めっちゃ悔しい。めっちゃ参加したかった。ということで、今回はですね、参加できない我々のために、なんと、ゴッドアングラー選手権2と同じルールでプレイしてみたいと思います。それではレッド、ルール説明お願いします。はい、ルールは超簡単で、制限時間3分内の釣った魚すべての重さで勝負する大会なんだ。さあ、今回我々4人の個人戦になりますが、なんとレッドが出した記録があるので、それを超えてもらいたいと思います。大丈夫か？超えれますか？超えてきたよ。さあ、気になるレッド、その記録はいくつですか？そう、レッドの記録は1852キロだ。いや、すごい。すごいぞ。レッド、これはすごいぞ。いけますか？すごいぞ。レッドの記録を超えて、これをゲットしたいぜ。これレッドのなの？これはレッドのだ。これは1853を目指す。ちっちゃいな、おい。超えんのちっちゃいな、おい。もっと1万とかいってよ。やるぞ。おっしゃ、やろう。あげないが個人戦だからね。はい。さあ、それでは行きますが、はい、皆さん作戦ありますか？集合パークは。僕はもうとにかくこまめに数で勝負したいと思います。なるほど、それで重さをと。はい、はい、谷は。僕は大物を狙っていきます。なるほど、うん、シルメ君はハッハッ半々でいくと。はい。で、私は皆さんがそっちに夢中になってるこの影でこっそり釣り上げていきたいと思いますんで。なるほど。さあ、それでは行きたいと思います。よーい、スタート。来た。おっ、しっかり。ちょっとこうスタジアム的な大会、大会専用。ああ、来たよ。オッケー。1は150。さあ、始まった。なるほど。いくよ。しゃあ、よっしゃあ、スタート。スタート。勝負だ。いくぞ。あ、10位とか出てますよ。10位が出るんだ。お、ヒットしてる。早いぞ、俺。19枚ゲット。オーケーオーケー。90キロ。90キロ。あ、やばい、4位だ俺。やばい。あ、じゃあ3位だった、3位だった。よーし、釣らなきゃ釣らなきゃ。大きいの。よっしゃー。1位みたいな。179キロ。1位みたいな来たよ。1位です。よっしゃー。あ、26キロ。あ、でも、あ、100キロ。まだいける。とにかく重さを。あ、これはちょっとスピード。オッケー。調子いい。またもかかった。174キロ。100キロ。早くやってこい。よし、来た。早く打った方がいいからね、序盤は。とにかく早く。急いで。ロット。オッケー。よっしゃ。ここにいるよ。
あれなんで？あ、来た来た来た。OKOK。サーボイ。よし、キー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 。よし。キーコイ。20キロ。着地。キーキー来た。ゴールド。行け。ゴールド来た。なんだこれ。それすれば。うわ、すごい。出た。なんかすげえの来た。なにこの派手。あー、やばい。くっさー。かかってくる。なんか。スタンカーメンみたいな派手なすげえ派手な魚いんだけど10キロのマジでしたよっしゃあかん4位になってるいつの間にかあーしまったしまったコマメに釣るぞよし金ちゃんゴールドかかったよっしゃーカッパ来たカッパゴールドカッパいるギンギリン1位だあかんぽいでここで超大物のグレードクラスが来てるからみんなあなんかすごいでかいすごいでかいのいるよすごいのがあるなにこれなんだなにこれ239かすごいお一気に800キロうそちょっと4位やばいやばい4位だでかいの狙わないと残り30秒800キロって何やばいでかいのすごいでかいのでかいの釣りたいけど31キロってちょっとでかいのでかいの釣りたい頑張ってこれを釣るしかないこいつを釣るしかない1位でかいの来いでかいのどこ行くのさあ来い来た30秒あっよし来た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 おまめに釣るぞやばいやばいやばい全然遅い全然遅い32キロおまめに釣るぞこれを釣ったら逆転できるはず頼む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 違うです866全然ネットの記録に達してないよまだ1000キロ足りてないあと1000足りてないそんなことありますいやすごいんだよやっぱレッドはだからあの大物ももちろんゲットするわけですよねレッドは僕も100発110ぐらいじゃないとそれぐらいいかないの全然わかんないさあということで僕らはですねちょっとレッドの記録抜けませんでしたけれどもこれを見てるみんなはですね練習してレッドの記録を抜いてくれじゃあ改めてゴッドアングラー選手権2の決勝大会のお知らせをお願いします全国の店舗予選大会を勝ち上がったプレイヤーたちによるゴッドアングラー選手権2決勝大会は次世代ワールドホビーフェア19ウィンター会場で開催されるぞさらにゴッドアングラー選手権2のスペシャル予選大会も開催が決定したぞこの動画を見ているみんなもぜひ次世代ワールドホビーフェア会場に来て挑戦してほしいしてくれ詳しくは釣りスピリッツ公式ホームページをチェックしようみんな世界最高峰のゴッドアングラーを目指して参加しようちなみに次世代ワールドホビーフェア2019ウィンターで釣りスピリッツ遊ぶと釣りスピリッツをもっと楽しめるこの最新のコンプリートブックがもらえますこれも欲しいさらにこの番組を見てくれた人だけになんとプレゼントがあるんですよねそう次世代ワールドホビーフェア19ウィンターバンダイナムコアミューズメントブースだを釣りスピリッツコーナーで今から言うキーワードを言ってくれるとこの釣りスピリッツオリジナル下敷きをプレゼントだあら番組を見ていてよかった、うん、キーワードはこれだはいみんな覚えたかな絶対行きましょうね、うん、それではまた次回も釣りスピの熱い情報をお送りしますので絶対に見てねバイバイ